火が灯りましたナイトゲームが行われます。 ZOZO マリンスタジアムからお伝えしてまいります。千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大勢のお客さんが詰めかけているわけですが、西さん、このファンの歓声というのはやはり試合中も聞こえるもんですか？うん、まあ、聞こえてるんですけれども、まあ、特に気に留めていないということになりますかね。そうなんですね。それほど集中力高まってるということなんですね。まずはマリーンズの先発小島が ZOZO マリンスタジアムのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか？空振りです。見送っています。ファウルになります。スライダー外れます。見送っています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。バットに当たりません。三振。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている岡島。小島、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウトコース、ボール。うん、いいボールですね。低め、ボール。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。打順は3番浅村。2アウトになっています。先発ピッチャー小島、そしてキャッチャーは加藤。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。さあ初球は何か。ちょっとすっぽ抜けた感じです。さあ2球目は何か。うーん、対角線上に決まるいいクロスワイヤーでしたよね。はい、ストレート空振りでストライク。まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。はい、打った、伸びていく、入りました、ホームラン。先制ホームランです。イーグルス、マリーンズ初回いきなり先制弾を浴びました。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。最初は変化球できました。次が2球目、高めに決まりました。改めてお聞きします。この島内、どういったタイプのバッターでしょうか？まあ、ホームランを打ったかと思えば今度は盗塁。才能に恵まれたバッターですね。うん、そうですか。4球目は何で来るか。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。打ちました。難しいバウンド。セカンド取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回イーグルス値千金のホームランが出ました。1対0、イーグルス先制です。変わりまして1回の裏、これからマリーンズの攻撃が始まります。マリーンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますイーグルスはご覧のような守備陣です。イーグルス、マウンドに上がるのは先発の岸。さあマリーンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは荻野。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。
初球から行きました。高め外れました。これが3球目。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている中村。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初はボール。ファウルになります。ストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。これが5球目。ボールになります。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました。打球はセンターへ。センターが取りました。2アウトです。バッターボックスには指名打者のマーティン。ツーアウトになっています。ファウルになります。よく見ましたね。はい、低めわずかに外れてボール。これもファウル。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。チェンジアップは入りません。フルカウントです。痛めたか、痛そうにしています。ちょっと心配な状態です。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。4番バッターレアード、ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました。ボールになります。バッター有利なカウントになりました。まあ、甘い球をねしっかり仕留めたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。
さてバッターボックスのレアール打ちました。この打球はファールグラウンドへ、わずかに右に切れました。ファールボール、打ちました。浅村、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。1回終わって1対0、イーグルスが1点をリードしています。2回になります。イーグルスの攻撃、打順は5番鈴木。マリーンズ1点ビハインドで迎える2回です。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあ自分でも今の状態はね、分かってると思うんですよね。まあこっからバッテリーがどう組み立てていくかですね。そうですね。さあ修正できるかにも注目しましょう。ボールになります。打ちました。サード取った。アウト、ワンアウトです。バッターは DH 銀次。小島、まずは先頭バッターを打ち取っています。背番号33。初球は何で来るか。アウトコース見送っています。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。インロー見送っています。ストライクが入りません。打ちました。さあどうだ。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。さあそしてバッターボックスには茂木が入ります。さあ追加点は許したくないところ。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですね。まず何を投げてくるか。まずはアウトコース、進塁打を警戒します。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど、さあどう来るか。さあ3球目は何か。だーっと当ててしまいました。デッドボール。やはり痛めました。今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようイーグルスがダイソーを送ります。田中がファーストランナーに入ります。さあそして打席には辰巳が入っています。さあピンチは続いています。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですよね。最初は変化球できました。ここはゴロを打たせたいですよね。2球目打ちました。伸びていく、どうだ。入れば貴重な追加点。スリーランホームランが出ました。マリーンズその差を4点に広げられる重い一発となりました。マリーンズ追加点を許します。4対0。ここで一発を浴びてしまいました。その差4点、大きくリードされました。打ちました。痛烈、これはスタンドへ入りそうです。入れました。ファールボール、ノーボールワンストライクです。インコースボール、
次が3球目。あー、いいボールでしたけどね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。これが4球目。打ちました。この打球は落ちそうだ。ライトが取りました。ツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター山崎。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の入り、打ちました。セカンドが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回イーグルス3ランホームランで追加点を挙げています。4対0、楽天イーグルスのリード広がっています。2回の裏、イーグルスに選手の交代がありました。ただいまの回代走いたしました田中和樹。ゲームはこれから2回の裏に入ります。追いかけるマリーンズの攻撃。バッターボックスには5番角中。マリーンズビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。2球目は何で来るか。低め見送っています。変化球外れました。流しました。高い打球レフトへ。レフトが取りました。バッターボックスには6番エチェバリア。まずはワンアウトを取っています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。ファウルになります。ご注意ください。打ちました。取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターは7番に入っている岡。ツーアウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。インサイド決まっています。引っ張った。鈴木一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいマリーンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終わって4対0、楽天イーグルスがリードしています。里崎さん、大きく失点してしまいましたが、ここまでの投球ご覧になっていかがですか。そうですね、今日はストレートがあまり良くないですからね。まあこれが決まらないとちょっと苦しいピッチングになるかもしれませんね。そうですよね、直球少し心配な立ち上がりです。さあ外してくるのか。打ちました。取った。一塁送球します。これはショートのエラーです。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは3番浅村。先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。いやー、あのホームランは痛かったですよね。はい、エラーでランナーが出ています。空振りになります。
ノーボール2ストライクです。3球目見送っています。ボール、打ちました。これはファウルになりそうです。切れていきます。ファウル。さあ5球目は何か。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。打順は4番島内。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナー1塁です。痛烈、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。一塁牽制、一塁はセーフ。引っ張った、レアード。二塁アウト。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターは鈴木、そして一塁ランナーは島内。ここは走ってくることも想定しておかないといけませんね。ええ、どう動いてくるでしょうか。キャッチャー強肩なんでランナーは少し慎重になってるでしょうね。そうですね。ランナーが気になってなかなか変化球は投げれません。そのあたりをバッターが狙ってくるかどうか。思いましたよね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。一塁牽制、セーフ。ランナースタート。キャッチャー送球して振り込んでアウト。盗塁失敗。ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。4対0楽天イーグルスがリードしています。西さん、この展開ですから序盤のうちに1点でも返しておきたいところですよね。まあとにかくね、なるべく早く追いつきたいですよね。本当にそうですよね。最初は変化球できました。ボールになります。真ん中へ。アウトコースのチェンジアップ。ファールゾーン切れそうです。切れていきます。ファウル。またファウル。いい選球眼を持ってますね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。スリーボールツーストライク。これはいけません。デッドボールです。もろにバッターにボールを当ててしまいました。今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようで。マリーンズが代走を送ります。和田がファーストランナーに入ります。
さあランナーを一塁に置いています。バッターボックスには加藤、そして一塁ランナーは和田。まあ彼がランナーですし、ここは盗塁を狙ってもいいケースだとは思いますね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。初球これは大きな変化球、得意のボールでストライクを取りました。まあ、クイックは速いピッチャーですから、ちょっと走りにくいかもしれませんね。ああそうですね。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、取った。アウト、ワンアウト。さあ、そしてバッターボックスには荻野が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、追い上げのチャンスを迎えています。まあ、序盤のうちに1点でも多く返しておきたいですね。なるほど、そうですね。ファウルになります。低め外れています。打った、センターライナー掴んで、これでツーアウトです。つなげなかったですね。ただ次は勝負強いバッターなんでね、非常に面白いと思いますよ。このチャンスに期待がかかる中村がバッターボックスです。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。これが2球目、低め見ました、ボールです。3球目は何で来るか。アウトコース打ちました。一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、マリーンズ得点には至りませんでした。3回終わって4対0、楽天イーグルスがリードしています。これから4回、マリーンズに選手の交代がありました。ただいまの回代走いたしました、和田。そのまま回は4回の表、イーグルスの攻撃。5番バッター鈴木、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。初球打ち、この打球はファールグラウンドへ切れていきます。ファウル、変化球ボールになります。引っ張った、これはどうだ、セカンド取る、アウト、ワンアウトです。バッターは6番銀次。さっきはヒットを打たれたんでね、ここはしっかりコントロールしてリベンジしたいですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。チェンジアップ、空振りです。ファウルになります。打ちました、ここはフライになっています。レアードが掴んでツーアウト。バッターはダイソーから起用されている田中、ツーアウトになっています。背番号25。初球は変化球から入りました。
った。この打球はフライになっています。荻野が抑えてスリーアウトチェンジです。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。4対0、楽天イーグルスがリードしています。マリーンズ4回裏の攻撃になります。バッターはマーティン。いや、先ほどはしぶとい内野安打でしたね。マリーンズビハインドで迎える4回の攻撃です。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。そうですね。低め見送っています。ボール先行です。これが3球目。外のボール、空振りになります。ツーボールツーストライクです。変化球入りません。スリーボールツーストライクです。打ちました。取りました。アウト、ワンアウト。バッターボックスは4番、レアード。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース、ボール。さあ2球目は何か。インサイド、ライトに上がった。ここは打ち上げています。ライト掴んで2アウト。バッターボックスは5番、角中。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。2アウトになっています。緩いボール決まっています。この低いボールは外れます。低めのボール入りました。ワンボールツーストライクです。打ちました。浅村、一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいマリーンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終わって4対0、楽天イーグルスがリードしています。5回の表、里崎さん、ここからピッチングを立て直すというようなことは可能なんでしょうか。そうですね、正直この辺りで交代してもいいのかなと思いますね。はい、この辺りでベンチは動いてくるんでしょうか。次が2球目、打ちました。痛烈、三遊間抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バントの構えを見せてきました。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。もう少し警戒しておきたかったですよね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。
まあそうですよね。そういった機動力を重視したチームがね、増えている印象はありますよね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。二塁牽制、二塁セーフ。打ちました。この当たりはどうか。レフト線破りました。セカンドランナーホームイン。イーグルス1点追加します。見事なタイムリーヒット。5対0マリーンズ。もうこれ以上点はやれません。初球空振りです。外の低め見極めます。さあ3球目は何か。打ちました。この打球はどうだ。切れるか。わずかに右に切りました。ファールボール。バッターよく見ました。際どいコースボールです。さあ仕留められるか。外フルカウントになります。さあこれで決まるのか。打ちました。ショート取った。アウト。ワンアウトです。バッターボックス岡島。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。セカンドランナー動けず、ワンアウト。打ちました。おっと取った。アウト。ファインプレー。抜けていればというところでしたが、ナイスプレーでした。西さん、ナイスプレーが飛び出しましたね。いや、よく取りましたよ。素晴らしいグラブさばきですよ。文句ないプレーですね。最初は変化球できました。ボールになります。振り遅れてますね。うん、そうですね。うん、ストレートを狙ってたんでしょうかね。ああ、そうですね。外れましたけど、いいボールでしたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。さあ決め球を思い切って投げ込みたい。高めのボール、ライン際に打球が飛んでいる。わずかに右に切れました。ファールボール。打った。大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく。そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン。マリーンズ痛い一発を浴びています。追い込んでからのストレートでしたが、インコースをうまく逆方向へ流され、スタンドまで運ばれてしまいました。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。バッターボックスには4番島内。ファウルになります。打ちました。打球は切れてスタンド。これは三塁側のスタンドに入ります。惜しいボールでしたね。はい、インコースわずかに外れてボール。緩いボールできました。ストレート外れました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。さあこれで決まるのか。打ちました。これは浅いフライ、レフト前ヒットになります。島内ヒットが出ます。ツーアウトランナー一塁。
打ちました。痛烈な打球切りました。ファウルボールです。ワンストライクです。この球は外れています。ボールになります。さあ4球目は何か。アウトコース見送っています。次が5球目。高めのボール打ちました。大きな打球になった。ライトバックバックバックする、入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。マリーンズ痛い一発を浴びています。高めに浮いてしまった変化球、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。バッターボックスには指名打者の銀次。さあまず1球目、最初は変化球できました。内へ持ってきましたが外れました。ボール先行です。次が3球目。打ち上げた、これは大きい、伸びていく。ここはフライになっています。3球目打っていきましたが、最後はライトフライ、掴んで3アウトです。西さん、この辺りでそろそろ反撃に出ていきたいところなんですが、いかがですかね。本当ですね、あの弱気になっちゃダメですよ、これからですよ。ベンチの動きにも注目です。初球ボール、真ん中決まった。膝元をつきましたが外れました。力のあるまっすぐですね。外のストレート、空振り、力のあるボールでした。ツーボールツーストライクです。緩いボールを持ってきました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました。うまくさばいてワンアウト。バッターボックスは7番岡。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。この打球は、このフライは切れそうだ。切りました。ファウルボールです。1球目ボール、
変化球空振り。バッターはダイソーから起用されている和田。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。ファウルになります。低めの際どいところですが外れています。低めに外れてボール。高め外れました。フルカウントです。ファウルになります。一二塁間、岡島取って一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回マリーンズ三者凡退です。5回終わって9対0、イーグルス大量リードしています。これから6回イーグルスの攻撃です。そしてマリーンズはピッチャーが変わります。田中がマウンド上に上がっています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。初球ボール、2球目は何で来るか。インコース落としました。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。これはショートエチェバリア取ってワンアウト。打順は8番辰巳。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。ワンアウトランナーなし。これが2球目、打ちました。エチェバリア掴んでツーアウトです。バッターボックスには9番住谷。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。変化球タイミング合いません。ボールになります。ボールになります。5球目は何で来るか。これはバットが泳ぎます。3ボール2ストライク。次が6球目、これはファールグラウンドへのフライです。6球目打っていきましたが取りました。アウト。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。9対0。
イーグルス大量リードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、追いかけるマリーンズの攻撃。9番バッター加藤、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。マリーンズ点差が離された6回の攻撃です。ノーボールワンストライクです。外れてボール。3球目は何で来るか。チェンジアップ外れました。打ちました。伸びていく。4球目打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。初球はボールから。さあ2球目は何か。スライダーできました。これが3球目。アウトコース見送ってストライクです。ワンボールツーストライクです。まあ、ここは狙いも決めつつそれ以外にも対応する感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。わずかに入りません。3ボール2ストライクです。振っていきましたが三振。2アウトになっています。インサイド変化球決まっています。打ち上げました。浅いフライ。この打球はフライになっています。積極的に行きましたが最後はセンターフライ。掴んで3アウトです。西さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあ当然ですね。あの状況を考えるとね、もうこれ以上失点できないですよ。本当にそうですよね。切りました。ファールボールです。ボールカウントは1ストライクです。高め空振りです。ワンボールツーストライクと追い込みました。ファウルです。ボールカウントはワンボールツーストライクです。外れます。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。
見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。これが1球目。最初は変化球できました。この球は外れています。3球目外れました。ボールになります。これが5球目。スライダー、スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。6球目は何で来るか。打ちました。取りました。一塁アウト。バッターボックス浅村、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ツーアウトランナーありません。次が2球目。空振りになります。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。低めの変化球は外れました。外への変化球は決まりません。膝元への変化球、ボールです。フルカウントです。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。この回イーグルス三者凡退です。9対0、イーグルス大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、マリーンズの攻撃に入ります。最初は変化球できました。ボールになります。改めてお聞きしますが、バッターのマーティン、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況によって変わりますが、もともとはホームランを狙っていく思い切りのいいバッターですね。ああなるほど。三塁線、ファウルになります。三遊間、鈴木取って、一塁アウト。4番バッターレアード、先ほどの打席はライトフライに倒れています。岸、まずは先頭バッターを打ち取っています。際どいコースに送ってストライク。2球目は何で来るか。今のはよく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。外外れてボール。
ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。変化球が低めに外れます。打ちました。積極的に行きましたがライトライナーに倒れています。これで2アウト。アウトコース見送っています。ファウルになります。低めの球ストライク。ワンボールツーストライク。打ち上げた。ここは打ち上げています。変化球に泳がされて取りました。アウト。この回マリーンズ8回の表イーグルスの攻撃。バッターボックスは4番島内。先ほどの打席でヒットを放っています。マリーンズ厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、気持ちを切らすことなくいってほしいですね。まだまだ諦めないためにもここはきっちりゼロで抑えなくてはなりません。ここはバッターがフルスイングしてくるカウントですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。この球は外れています。岡掴んで一塁アウト。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですがどうでしょうか。バッターボックス鈴木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、まずはワンアウトを取っています。低め、これは外れます。ボール先行です。さあ3球目は何か。真ん中、次が4球目。変化球、これは胸元へ。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。ファウルです。ご注意ください。ボールになります。スリーボールツーストライク。7球目は何で来るか。打ち上げました。これは大きい。伸びていく。大きな当たりも、これはこの打席粘ったんですがライト掴んで2アウト。バッターは DH 銀次。先ほどの打席はライトフライに倒れています。2アウトになっています。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。改めてお聞きします、バッターの銀次、どういうバッターなんでしょうか。まあ、ボールにバットを正面からぶつけていくような打撃が特徴のバッターですね。なるほど、そうですか。次が3球目。この球は落としましたが決まりません。
変化球できました。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。平行カウント、見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。この回イーグルス三者凡退です。9対0、イーグルス大量リードしています。8回の裏、ビハインドではありますが、つないで流れを変えたい場面、マリーンズは代打を送ります。バッターボックスには代打の安田。マリーンズ点差が離されて8回の攻撃を迎えます。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。もう終盤ですから、ここで得点しないとちょっと苦しいですよね。残された攻撃はあとわずか。勝敗のこの打球はファウルになります。打ちました。山崎掴んでワンアウト。さあ、球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。バッターボックス岡、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。岸、まずは先頭バッターを打ち取っています。はい、低めにストレートが決まっています。アウトコース空振りです。ワンボールツーストライクです。釣り玉でしたね。はい、高めストレート外れてボール。外、これは外れていきます。スリーボールツーストライクです。バットに当たりません。三振、ツーアウトになりました。今日はダイソーで途中出場の和田、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、ここはフライになっています。初球から積極的に行きましたが取りました、アウト。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。8回終わって9対0、イーグルス大量リードしています。これから9回イーグルスの攻撃です。一方マリーンズはピッチャーが変わります。鈴木がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。里崎さん、状況的にはかなり厳しいと思うんですがどうでしょう。まあ、援護がないのは正直辛いですけど、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待つしかないですね。そうですよね、味方打線の奮起期待したいところです。これが2球目、高め空振りです。インサイド落ちました。これはファウルになりそうです。わずかに右に切りました。ファールボール、これはバット出ず三振です。ワンアウトです。アウトコース打ちました。サード取った。ツーアウトになりました。バッターボックスは9番炭谷。
先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。まず打ちをついてきました。惜しいボールでしたね。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。キレのあるいいボールでしたね。アウトローの変化球、キレがあります。なかなかタイミング合いません。ツーボールツーストライクです。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この回イーグルス三者凡退です。9対0、イーグルス大量リードしています。西さん、ついに最終回を迎えてしまいました。いかがですか？いや本当ですね、まあ、ここまで来てしまいましたけれども、まあ、最後にね、なんとかしてほしいですよね。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。打ちました。高いバウンド、山崎アウト、ワンアウト。さあ、球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。打順はトップに帰って荻野。今日はまだ当たりがありません。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。さあ、2球目は何か。ボールになります。ボール先行です。ちょっと合わないようです。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。ボールになります。ストライクになります。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。まあ、フルカウントは案外ボール球も来ますから、しっかり見極めたいですね。なるほど。さあ、バッターは何？打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。打順は2番、中村。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。このツーアウトの場面から意地を見せるんでしょうか。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい。さあ、つなげるか。まあ、このカウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど、そうですか。真ん中へ入れてきました。インコース決めてきた。ワンボールツーストライク。
誘ってきましたね。振ってきません、外れています。さあ5球目は何か。これは低いところに持ってきました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。高め打ちました。これはセンターへ抜ける。中村、これが自身本日の。打ちました。サード取った。これで3アウト。試合終了になりました。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。千葉ロッテマリーンズは屈辱の黒星となりました。西さん、今日は打線が完全に沈黙してしまいました。明日以降の奮起期待したいですよね。まあ今日はね、もうとにかく相手投手の出来が良かったです。ですからもう明日はね、今日の反省を踏まえて頑張ってほしいと思います。明日の巻き返しに期待しましょう。勝ったイーグルス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。